はい、どうも皆さん、こんばんは、マシマです。いや、すいません、マイクミュートするの忘れてました。なんか咳の音とか聞こえてたみたいだね。申し訳ないです。こんばんはです。はい。いやー、久しぶりなもんで、ちょっと設定周りで戸惑ってしまってですね。今でもちょっと設定おかしい気がするんですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、マイクの設定だけし直していいですか。すいません。いや、久しぶりすぎてね、ちょっといろいろと、わけがわからないことになっておるんですけど。これで合ってんのかな、マイクの設定。多分これだった気がするんだけどな。はい、こんな感じかな、これかな。はい、これっぽいです。はい、というわけで、改めまして、どうもこんばんはです、マシマです。YouTube のチャンネル登録者数10万人ありがとうございます。いや、もうね、おかげさまで目標達成してしまったので、もういつでも卒業できるんですけどもね、いつでももう卒業できるんですけど、まあもうちょっと続けようかなって思ってるんでね。はい、次の目標はですね、飽きずに続けることです。まあ何人とかいう目標はもう特にないんですけど、飽きずに続けることを目標に頑張っていきたいなと思っております。はい。いや、なんか久しぶりすぎてね、ちょっとなんかね、設定もちょっといろいろ変わっちゃったんですよ。変わっちゃったっていうかね、ちょっと事故でね、なんかいじってたらおかしくなっちゃって、全部作り直したんですよね、設定を一から。なのでちょっとおかしなところとかあるかもしれないんですけども、 BGM って今流れてます？BGM 流れてるかどうかも今わかんないぐらい不安なんですけど。流れてます？よかった。音量どうすか、音量大丈夫ですかね。いや、落書き配信って言ってね、何も書かないとちょっとあれなんでね、なんか書きながら雑談したいなと思ってるんですけど、本当最近ちょっといろいろ作業環境を変えたりとか、マイクの位置変えたりだとか、あとなんかそのモニターもね、ちょっと位置変えたりとかして、ごちゃごちゃしてるうちにですね、その配信用のソフトのね、設定みたいのをバーンと思いっきりなんか間違えて消しちゃって、そのせいでなんか一からまたね、なんかこう作り画面を作り直したんですけども、みんなのね、コメントとか拾うのには、これちょっと画面からね、目を離さなきゃいけなくなった。まあ前もそうだったんだけど、離さなきゃいけなくなっちゃったんで、ちょっとだけ遠くなっ、あ、そうでもないか。さあ、クイズです。これは猫ですか犬ですか。どっちでもねえって話だよな。はい、さて何書こうかな。まあそうそう、まずはね、お礼をね。はい、10万人おめでとうじゃない、ありがとう。10万人ありがとう。いやー、ほんとね、こんな早く行くと思わなかったですよ。この間のね、あのコスプレサミットの動画がね、結構バズって、まあ、多分そのおかげだと思うんですけど、はい、あの日一日でね、1万人ぐらい増えましたよ。すごいですね。なんか動画が視聴されると、やっぱ、登録者数増えてくれるんですね。いや、コスプレの動画ね、すごいいい動画だったと思うんだけど、フランスから、こんばんは、こんにちは、ありがとうございます。はい、10万人おめでとうございます。ありがとうございます。はい、シャブ太郎。そのネタ知ってる人いるのかな、シャブ太郎。そう、こいつそんな名前だったよね、最初。シャブ太郎。はい、先生こんばんは。はい、こんばんは。さてさてね、なんか落書きしていこうかな。もう早速してるけどさ、早速してはいるんだけど、落書きしていきましょう。ちょっと待ってね、ちょっとこのブラウザの位置変えて、はい、じゃあなんかやっていこうかな。ちょっと待ってください、ほいと。あとね、こう僕ちょっと癖でね、画面回す癖があるんですよ。まあその、ちょっと、俺のキャラクターのこのアイコン邪魔だな。
ちょっとちっちゃくしよう。画面回す癖があって、まあ、それでねちょっと見づらいって人いるかもしれないんですけども、それはね本当申し訳ないです。はい、早速なんか書いていこう。何書こう。コメント拾おっか。ん？ちょっと待って。ベルニカ、ベルニカベルニカって覚えてるかな。ベルニカ、この間でもないな、結構前だけど、ヒーローズっていうね漫画描いた時に一応一瞬ぐらい描いたんだけど、さすがにちょっと覚えてないかもしれないな。ベルニカ、うん、髪型はねなんか特徴あるから覚えてんだけど、顔がねなんかどんな感じだったかあんまり覚えてないんだよね。あ、髪型もちょっと怪しくなってきたな。こんなんじゃなかったかな。ベルニカ、これしかも結構マイナーなキャラなんで、いきなりなんでマイナーなキャラから書くんだって話なんですけども、はい、すげえマイナーなキャラなんですけど、これねレイブという作品の、しかも結構後半に登場したキャラクターかな。うん、これのね登場経緯はね登場経緯これ話したことなかったと思うけどねこれ登場経緯はねガンダムなんですよゼータガンダム。当時ね僕ゼータガンダムハマってて、まあ、当時っていうか僕昔から好きだったんですけど、その当時見直してたんですよ、またゼータガンダムを。でゼータガンダムってね、あまりネタバレしちゃいけないんだけどさ、主人公と若干なんか恋仲っぽくなったキャラクターね、ちょっと敵になっちゃったりみたいな展開あるじゃないですか。あの展開がねすげえ面白くて、当時面白いなと思って、なんかそういうキャラ作りたいなって思ったのがベルニカだった気がするすげえマニアックなおっさんトークで申し訳ないんだけど、なんつったっけな、あのキャラ。フォー村雨。うん。あ、そう、この時ってもしかしてあれかな、ゼータの劇場版やってたのかな、ちょっと覚えてないけど。うん。ゼータ好きなんです、僕。ガンダムの中でも。これガンダムトークしたらね、それだけで1時間以上行く可能性はあるんですけど。こんなんだったかな、ベルニカ。ちょっと服装はね、さすがに覚えてないわ。こんな感じかな。ちょっとでかく書きすぎたか。こんな感じ。さて誰書こうかな。ガンダムトーク聞きたい。はい。僕そんなガンダムマニアってわけじゃないんだけど、ガンダムはすごい子供の頃から好きでね。いや本当に語ったら止まんなくなるからやめとくけど。シュガーボーイ。シュガーボーイって誰だ。シュガーボーイって誰だ。なんかわずかに覚えてんだけど、シュガーボーイ。わずかにしか覚えてないわ。これは書けない気がするな。やめとこ。全然わずかにしか覚えてないわ。エドラスナツ。マニアックなやつ来たね、また。エドラスナツ。はいはいはい。ちょっと普通のナツよりパーツが多い分書くのがめんどくさいんですけども。あれちょっと待ってね。ちょっと待って。これもしかしたらさ、エアコンの音入ってくかな。エアコン消そうか。すいませんね。いや、全然ね、これ僕のね、今、作業してるところが配信用の環境じゃないって前から言ってるんですけど、全然配信用の環境じゃないんですよ。普通に事務所でやってるんで、事務所でこれやってるもんで、ちょっとね、もう配信の不慣れさがすごい出てるんですけども、あ、ちょっと静かになったかな。よかったよかった。いや、すいませんね。ちょっとエアコンつけっぱなしだったの忘れてました。あれ、こんな表情じゃないんだよな。ちょっとこんな感じなんだよな。こんな感じか。これはエアコン消したら消したでさ、今度また、必要のない周囲の音が入ってきそうなんだよな。いつもみたいに。救急車だったり、なんか住所特定につながるような、外の音みたいな。まあいいんだけどね。あ、ま、危ねえ、マフラー書くとこだった。これね、実はですけどね、単行本で、江戸夏がマフラーしてるミスカットあるんですよ。
気づいてました？僕これ気づいて驚愕したんですけど、江戸夏を描いたつもりが、多分ね、普通の夏と一緒になんかいるシーンだったと思うんだけど、多分ごっちゃになっちゃったんやろうね。江戸夏がマフラーしてるみたいなシーンが単行本になってから発見されて、あーやっちまったって思ったけど、まあいいやってね、ほったらかしてます。あ、そうだ、ゴーグルしてんだ、ゴーグル、ちょっと待ってください、ゴーグルです。いやー恥ずかしいな、気づいてる人いますかね、これ。さすがにないと思うんだけど、作画ミス。もちろん、え、マジで気づいてる人いるの、気づかれてたか。恥ずかしい。いや基本的にね、ミスみたいなやつは単行本にするときに直して、で単行本もね、なんか重版がかかるタイミングでミス直したりとかたまにあるんですけど、まあこれ誰も気づかんだろうと思ってね、指摘されたこともなかったし、ほったらかしにしてました。してましたってか、今でもほったらかしにしてます。え、当時見つけて笑った、マジか、結構気づかれてたのか、恥ずかしいな。まあまあでも可愛いミスだよね。いやいや、ミスを正当化しちゃいかんですけど、まあ可愛いミスでしょ。あ、なんかこいつはさすがにね、本当に久しぶりに描いた気がする。こんなんだよね、江戸夏。ちょっと表情がもうちょっとあれかな、弱々しい感じだよな。こんなんじゃないね、こんな感じかな、こんな感じかな、ね、こう いつもこうビクビクしてる感じで、これどんな感じだったっけ、なんかルーシーさんとか言ってたっけ。わかんないけど、適当にちょっとセリフを付け足してみた。はい。さあ次行こう、次。かわいい。はいはいはい、次行こう、次。次何しよっかな。次はですね、レイナ。レイナ。レイナ。あ、レイナね。はいはいはい、レイナ。でもいつも忘れんだよな、どっちの目隠してたっけなっつって。これ間違えたら恥ずかしい、教えてくれ。どっちの目隠してたっけ、右目だっけ、左目だっけ。教えて。覚えてないんですわ。右目かな、左目かな、調べましょう。まあそうよね。調べた方が早いよね。ちょっとじゃあ自分の作品検索やるか、いつも通り。はいと、レイナ、レイブ、レイナ、レイブで調べれば、なるほど、あ、こっちの目か。はは、オッケー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 、こっちね。これなんかあれだな、よくよく見たらあれですね、今やってるエデンズのホーリーっていうキャラとかなり似てるんすね。隠してる目の方まで一緒だもんね。そっかそっか、レイナね。これ落書きで書いたことあったっけ、書いたことあるようなないような、あれも結構マイナーなキャラなんじゃないかな。レイブのね、知ってる人の中では有名かもしれないですけど、最近の人とかね、フェアリーしか知らない人にとっては相当マイナーなキャラな気がするんですけども、敵のね、幹部なんですよ。あの少年漫画でありがちな敵の何人衆的なやつの一人だった気がする。あ、そうです、確かそうだよ。全然覚えてねえな。髪型とかどんなんだったかな。なんかこうちょっとウェーブがかかってた気がするんだけど、さっき見たのにな。まあこんなんでしょう。いや、なんか違う気がするな。
もうちょっとこうウェーブがかかってて、もうちょっと目ちっちゃいか。少しお姉さんっぽい感じなのかな。うわ、ダメだ。これちょっと誰かわからんわ。やべ、誰かわかんない人書いてる。デーモンカード。デーモンカードだ。なんだそれ。デーモンカードってなんだ。そう、オラシオン・セイスだ。オラシオン・セイスっていう組織の一人で、オラシオン・セイスっていうさ、なんか言葉気に入ってさ、それ以降ずっと使ってんだよな。ちょっとね、これ色塗んなきゃわからんな。いや、ちょ、色の丁寧に塗る時間ないんでね、パパッと塗るけど、ちょっとだけちょっと色つけなきゃ、これ誰かわからないっていう事態に陥ってしまったので、ちょっと慌てて色塗ります。慌てて色塗ります。そう、エメラルドグリーンっぽい髪の毛の色。もうちょっと薄いかな。いや、違う。もうちょっと濃いか。こんなもんかな。ちょっとこれで濃すぎるかな。これだ。こんな感じ。これでだいぶなんか、レイナって言われたら、ああ、あれね。って人出てくるかもしれん。ああ、あれね。ぐらいのね。こんなんだろう。こんなんだ。よし、できた。これはさすがに、まごうことなきレイナって言っても間違いないでしょう。さあ、次誰描こっかな。うさぎさん?うさぎさんってなんだ?何描こうかな。ちょっと待って、マウスが迷子。OK。何描こうかな。またあれかな。ちょっとあれだな。コメントもちょっと見るけど、自分でちょっと適当に書きたいもの書こうかな。それもやっとかんとね、書きたいものを書くコーナーをやっとかないと先に進めないんでね、書きたいものを書かせていただきやすよ。誰書こう。書きたいもの。俺でもいつも書きたいものっつったらこいつなんだよな。なぜかいつも書きたい。いつでも書きたい。書きたいっていう衝動に駆られている。なんか知らないけど書きたくなってしまうお方です。そう、もう僕のフェイバリットキャラの一人、メーンってなんだよって話だけど、まあ確かにそれはなんだよって話なんですけども、なんか書きたくなっちゃうんですこいつ、いつも。ごめんなさいね。さあ次は、なんか今無性に書きたくなってしまったキャラ、はい、パンサーリリー。なんかこいつクマっぽいけどね、一応猫です。はい、あと他に描きたくなったキャラ、あー、やっぱりあれ描いておかなきゃ始まんないな。僕のもう一人のフェイバリットキャラもここに描いておこう。もうここで分かった人いるかな。このもう一人のフェイバリットキャラをここに記しておきます。なんでかね、なんか変なキャラの方が描きたくなるんですよね。なんかイケメンとか美女とかより。イケメンとか美女ってほら描くの気使うじゃないですか。こういうやつってさ、全然描くのに気使わないんですよ。書くのに気使わないんです。全然気使わないんで、なんか書いてて楽しいんですよね。さあ、できた。ちょっとこっちのね、気持ち悪い。ちょっと直すわ。もうすこい。
似てねえや。やろうと思ったけど。モスコイ。モス。モスコイ。似てねえ。モスコイ。うわ、かっこいい。かっこいいじゃん。モスコイ。余ったスペースに何か書こう。さて、何を書いてやろうか。何を書いてやろうか。これ余ったスペースに。いつもなんかね、グリフうるさい人がいるんでね、ちょっと言われる前に先に書いとこう。今日は何のグリフっていうかな。はい。今日は僕が考えました。横に長いグリフ。あ、もうこれもはやグリフじゃねえや。なんだこれ。もはやなんだかわかんない生物になっちゃった。よし、これで今日は満足しただろ。グリフガチ勢も。さて次行こう。ちょっと新しいページ行こうか。リクエスト聞こう。ソーセージやんけ。確かにソーセージや。新手のソーセージや。色つけたらグリフってわかる。これでソーセージっぽくはないっしょ。気持ち悪いな。でも気持ち悪さは拭えないっすね。やっぱちょっとホイミスライムみたいになっちゃったな。さあ次行きましょう。はい、続いてラクサスお願いします。ラクサス、はい、ラクサス毎回書いてないかな。気のせいかな。なんかラクサス毎回書いてるような気がしてならないんだけど、気のせいですか。ラクサス書いてない、毎回。なんだろう、ラクサスまた拾っちゃったよ。まあいいけどね。ラクサス結構書くの好きなんですよね。5つ目のね、男もね、書くの好きなんですよ。5つ目の、前話したっけ、ラクサスまつげ1本あるって話。したっけ、してないっけ。実はラクサスまつげが1本ね、あるんです。実は1本だけまつげがあるんですよ。うわ、なんで正面にしたんだろう。めんどくせえことしちゃったな。正面ってね、描くの難しいんですよ。バランスが取りづらいんですよね、正面って。だからあんまり正面描かないんですけど、なんかちょっと調子こいて正面描いちゃいましたね。表情変えようかな。ラクサスといえば、派手なシャツと毛皮のコートみたい なんかマフィアチックなコート。あ、でかく描きすぎたな。でかく描きすぎちゃった。毛皮のコートね。なんかモコモコしてる感じを、なんかこうね、モコモコの感じの質感をね、こう出して。筆ペンすごくね。こんなことできんだよね、筆ペン。デジタルの筆ペンなのにめっちゃすごいんだけど、こんなことできるんだ、簡単に。特にね、これ難しいことやってないんですよ。ポン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 ってやってるだけで、こんなほら毛皮みたいな質感できるのすごくないね。ちょっと待ってください。ういっす。はいはい、こんな感じ。かっちょよくないか。結構ちょっと色つけようか、軽く。
軽く超ちょっぱやでつけますね。なんかね、ごつい人書くの簡単っすよね。簡単っていうか、なんか書きやすいっすよね。あんまり形整えなくていいんでね。はい、ファーみたいなやつを書いて、ちょっとごめんね、手抜きで。その代わりめっちゃ早く書いてんやけどさ。髪の毛の色はこんなんだったかな。おお、いいじゃん、いいじゃん。ねえ、チョッパ屋で描いた割には、いいじゃないですか。次どうしよっか、次。次は、誰にしよう。ちょっと女子描きたいな、そろそろ。女性キャラ描きたい。なんか野郎キャラばっか描いてるんで、女性キャラ描きたいんですけども、レベッカね。レベッカ描こう。新しい紙にしよう。レベッカ描きます。女性だとさ、なんか筆ペンでガーって描くわけにいかないじゃないですか。まあ、だからちょっとね、男性キャラでごついキャラの方が書きやすいっていうのはありますよね。レベッカはもうね、毎週毎週書き慣れてはいるんですけども、うわ、なんかエアコン止めたらめっちゃ暑くなってきたわ当たり前か、おかしいな。うちのね、スタジオっていうか、今僕やってるとこね、スタジオなんだけど、エアコン3つあってですね、このなんか今配信してる画面の近くのアイコン止めたぐらいじゃ大丈夫だろうと思ってたんですけど暑いっすね早速汗かいてきました。いやでもいいや、こうやって汗かくことによって絵を描いてダイエットする絵描きダイエット絵描きダイエットしよう。皆さんね、知ってるか分かんないですけども、あのコスプレサミットの動画を見てですね、私ね、あの自分があまりにも超えてるのにびっくりしましてですねちょっとダイエットを始めたんですよ。っていうのもね、あの動画を見て、帰ってきて動画をこうチェックしてですね、あれ、なんかちょっと自分が思ってるより太ってるなーって思ってですね、体重計に乗ってみたところですね、僕過去最大級のウェイトだったんですよ。その時80キロ行ってて、今まで80キロって行ったことなかったんですよ。なのでね、これだいぶ知らない間になんか太ったなーって思ってですね、最近ちょっとダイエットを始めたところなんです。今現在ダイエットして2週間なんですけど、4キロ落としたんですけど、こっから先がなかなか落ちない。ちょっと舐めてましたね。昔だったら軽くね、6、7キロパパってすぐ落ちたんですけど、やっぱり年を取るとね、こう代謝が悪くなるんでしょうね。そう簡単には落ちてくれませんので、ちょっとね、本格的にやろうかなと思ってはいるんですけども、今現在ね、マイナス5キロですね。80から2週間で5キロ落として、75まで落としました。でももうちょっと落としたいですね。72、3に本当はしたいって思ってんだけど、72、3、そうだね、あと1、2ヶ月ぐらいでそこまでいけばいいなと思ってはいるんですけども、ダイエット何してます？僕ね、運動と食事ですね。運動って言ってもそんなに大した運動じゃないですよ。あの家に、あの、なんつうんですか、あれ名前わかんないんだけど、チャリンコ漕ぐみたいなマシーンがあるんで、エアロバイク、まあ、そのようなマシンが家にあるんで、それ乗って、毎日それ乗ってるのと、あとは食事ですね。基本的に僕食事ね、いつも好きなものしか食わないんですけど、ダイエット期間中は、なるべく揚げ物とかを食わ、なるべくってか取らないですね。揚げ物を取らない、みたいな感じで。なるべくね、そうめんとかね、そばとか、
やあのサラダとかそんな感じのものを食ってますね。2週間で5キロ、うーん、昔はもっといけたんだけどなっていう方が、あるんだけどね。レベッカです。はい、なんか喋りながらやってるとやっぱちょっと集中力で集中力ないよね。なんかちょっと変な風になっても気にしないところもあるし。はい、さあ続いて何書こう。次は何書こうかな。ちょっと四季、あ、そうね、レベッカと言ったら四季も書きましょう。レベッカの隣に書こっか。いや、やめよう。レベッカを覗いてる感じにしようなんでか知らんけど、なんかちょっと今レベッカの後ろになんかいる四季を書きたくなりました。そうそう、先週かな、先週だか先々週ぐらいかな、あのね、エデンズゼロの日記の話が時期とかね発表されたんですけども、今あのね頑張って制作してるところだと思いますんで、楽しみに待っていてください。前もちょっと言ったかもしれないんですけどね、いや本当にね、あの詳しいことは言えないんだけど、すげえいいんですよ、主題歌。早く発表されてほしいな。主題歌もね、エンディングもめちゃくちゃいいんですよ。いや、早く発表されてほしい。こういうのはね、タイミング来るまで、僕の口から言うわけにいかないんで、言えないんだけど、なんかその発表するタイミングみたいなのがきっとあるんだろうね。なんか気持ち悪い。なんかね、レベッカの後ろから生えてるみたいな風になったけど。ニョキッと。そうだ。あとそう、このね、僕が普段使ってるペンなんですけど、これ皆さんにね、なんか欲しいって人いるんですよ。設定教えてみたいな人いるんですけど、欲しいって人に配りたいんだけど、どうやったらいいのか分かんなくてですね、ちょっとあとまあ規約関連とかね、そういうのちょっと調べないといけないんで、ちょっとあのクリスタに詳しい人に聞いて今度やっておきます。なんか配れるような感じだったら配りたいなと思ってるんだけどね。結構このペン欲しいって言ってくれてる人いて、なんかすげえ髪の毛ぐちゃって変なふうになっちゃったな喋りながらやったらめっちゃ変なふうになっちゃった。もし絵描く人でこの僕の使ってるペン欲しいって人がいればね、言ってもらえれば。ちなみにね、リアル G ペンはこうデフォルトで入ってるやつですね。これはあのクリスタにデフォルトから入ってるやつで、僕が使ってるのはこれですね、財布ペンって言ってね、僕が名付けたって、僕が作ったペンなんですけど、このペンを、カラーの時の線画とかに使ってます。こんな感じの線ですね。もしね、絵描く人で欲しいって人がいればですけど、なんかいつか配れることがあったらいいな。なんか四季すげえ気持ち悪くなったな。なんだこいつ、後ろからニョキってしてる感じ、ちょっと気持ち悪いな。あと気持ち悪いついでに、なんか髪型もなんか決まらないんですよね、全然どうしよう、髪型も全然決まらないんだけど、まあ、そういう時もありますよ。そういう時はもう一旦全部消して、ちょっと引き気味で書いたら決まるでしょう。はい、まあまあかな。はい、次何書こうかな。次は中島なんか一瞬で書けますよ、一瞬で。はい、中島書きます。最近なんかあのサイン書いてほしいっていう依頼がありまして、なんかそれでなんか中島を書いた記憶あるなえ、これでいいんって思ったけど、まあこれがいいって人がいるんでしょうね。
めっちゃ一瞬です。ちょっと待って、次何にしよっかな、はいはい、次は何にしようかな、ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、たまにはね、なんか英語のメッセージとかも拾いたいんですけどね、なんかな流れるのが早くてね、そんなに速読できないんですよね。はい、プリーズグレビア、グルビアか、グルビア、グレートジュビアだよね。じゃそれはね、別の日にやりますんで、9月10日にやりますんで、楽しみに待っていてくださいよ。はい、ルーシープリーズ、ルーシー、はい、ルーシー書こう。ルーシーも書き慣れております。めちゃくちゃ書き慣れております。たまにね、そう、なんかその英語のメッセージも拾おうとは思ってるんですけど、そんなにパパッと早くね読めないんで、ちょっと読むのに時間かかっちゃうんですよ。英語の勉強を一応続けてはいるんですけど、まあ続けてるだけって感じなんでなんか本格的にやってるわけじゃないんで、そんなすぐにはできないですね。やっぱりね、やっぱりああいうのってちゃんと覚えようと思って勉強しないとダメだね。じゃあ時間があればな、ちゃんと勉強しようって思うんだけどな。なんか子供っぽいルーシーになっちゃったな。なんかポーズつけようかな。髪型変えますなんか知らんけど、あれ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 にしたいんだ、あれにしたいんだけど覚えてない、あれにしたいんだけど覚えてない。この間見たのにな、コスプレサミットで、あのなんか精霊の服にしようと思ったんだけど、意外と自分が覚えてないんだよな、こういうの。こんなようなマーク、マークはもうなんか適当でいいや、こんなようなマークだった気がするんだよな。で、こんなんだよな。なんか手の位置おかしいな適当すぎだろ。はい、覚えてないもんだね、服装とかはね。精霊の服描きたかったんだけど本当は、雪のみたいです。はい、雪の、雪の、雪の、はい、これ頭についてるあのお花の、花の位置がいつも覚えてない。調べるか調べるか。はい、雪の、雪の、雪の FT。 うわ、なんか変な変なシーンが出てきた。違うんだ、ごめんよ、それは違うんだ、ごめん、あのシーンは怒られたよみんなにこっちね、はい、雪の書きます。あれ、ちょっと位置大丈夫かな、これぐらいで大丈夫か。
雪の加工、なんかポーズつけたいな。よし、最近っていうか今週かな、今週なんかすごい雪のすごい好きだっていう方とね、なんかスペースでちょっとおしゃべりをした気がします。ありがたいことにね、雪のなんかマイナーキャラにしては結構人気ある方かなって思うんだけど、どうだろう。雪のってさ、なんかね、初登場時ってすげえ強キャラのように出てきてさ、なのに実はねなんかボコボコにやられてみたいな、すげえかわいそうな感じのキャラじゃないですか。なんかそういうところも含めてなんかかわいいなと思うよね、なんかなんか愛すべきキャラだよなって思うね。めっちゃ強キャラ感出してたのに。神楽を強く見せるためだけのね、なんかね、キャラクターのようだったけど、でもそっから先結構活躍の機会もあったしね。こっち側にこうお花がねついております。で、雪乃のね、このもう一個の特徴がですね、こんな感じで、ちょっと分かりづらいな、こうだね、これでもちょっと分かりづらいんだけど、実はですね、鍵の構え方がね、ルーシーと違うんですよ。すげえどうでもいい話だけどこれって知ってる人いました？すんげえどうでもいい話なんだけどさ、服はあまり覚えてないな。こんなんだった気がするんだけど、羽がぶわ、初期の方はこんなんだったよね。こんな感じです。あのね、ルーシーとね、服の、あ、服じゃねえや、鍵の構え方違うんですよ、実は。これなんかね、もしかしたらちゃんと僕アニメのスタッフとかには伝えてないんで、アニメではごっちゃになってるシーンとかあるかもしれないんですけど、漫画ではなるべくこれ守ってたような気がするんだけどね。そう、雪乃はね、こんな感じなんですよ。こんなこんな感じからこう横にこうブイッとやるんですよ。口元に持ってから横に行く。でルーシーはこう上に振り上げてからこう手前にブワッとすんげえどうでもいいんだけど一応こんな設定があります。さて、誰がこう雪の可愛いありがとう、ラーケードプリーズ、ラーケード、ああそうだ、この雪のと戦ったキャラだよね。ラーケード覚えてっかな。ラーケードはかなり怪しいなラーケード、これはもう調べた方がいいかな。ラーケード、あ、でもこれ一瞬しか登場しなかったもんね、こいつ。ああ、こんなんだったっけ、こんなんか。ラーケード、いい、これ覚えてる人いんの、そも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 覚えてる人いるの、これ。相当マニアックなキャラな気がするけど、印象薄いような気がするな。結構最後の最後の方でね登場したキャラなんで、一応重要なキャラではあるんだけど、すごい重要なキャラだし、FT 史上最も
問題がある魔法を使うやつなんで、いろんな意味で。いろんな意味で、ね、こいつ問題児なんで。思い出すな、当時このネタ持ってった時に編集部で担当が、なんすかこの魔法って言われた記憶あるな。なんすかこの魔法。いや、一応僕もね、まあ、もうこれ少年誌なんで、皆までは書かないですと、言わないですと。まあ、読者に想像してもらいたいんだけど、まあ、もしまずかったら変えますよ、設定自体を。つって。担当に言ったんですよ、当時。そうしたらね、担当も当時ね、結構面白がってね、いや、わかる人はわかるってことでいいんじゃないかなみたいなね。これ何のこと話してるかわからんって人はね、まあ、いろいろ調べてみたり、詳しい人に聞いてみてください。当時ね、ちょっとだけこう担当との間でも物議を醸した魔法を使うやつなんですけど。懐かしいな。ちょっとそう議論したわ。この魔法どうなんよ。ただ、当時ね、松木さんだけがね、意味分かってなかったっていうのもいい思い出ですな。このネタね、ほんとすごい、やべえネタだったよな。少年誌とは思えないとんでもない魔法を使うやつだからな。一言で言えばね、なんだろう、見極めるって感じかな。見極める魔法を使うやつなんだよね。さあ、何書こっかな、次は。次はなんかエデンズのキャラ書きたいな。誰かこう、ちょっと待って。ウォーレンとかまたマニアックでしょ、めちゃくちゃ。ウォーレンってなんだっけ、こんなやつだよね。違かったっけ。ウォーレンとマックスがたまにごっちゃになるんだけど、さすがにウォーレンってこっちだったような気がするんだよな。これちなみにですけど、僕の結構幻の作品であるプルーの犬日記っていう作品があるんですよ。これ超、まあれですよ、メジャーじゃないですよ、マイナーですよ。そのプルーの犬日記に出てくるロージーってキャラがいるんですけど、毛虫の。実はですね、こいつの顔とウォーレンの顔が同じ顔なんです。知ってました？実は同じ顔してるんです、毛虫のロージーと。これ知ってる人いない、少ないでしょ、ロージー。プルーの犬日記自体がね、全然知ってる人少ないと思うんだけど、いや、それでもあの単行本結構売れたんですよ、実は。そこそこ売れたんですよ。プルーの犬日記、実は完結までちゃんと言ってないのかな、単行本出てない気がする。多分未収録の話がいくつかある気がするわ。そう、雑誌がね、あの休刊になってしまってですね、ボンボンというね、雑誌が休刊になってしまって、そんでその時になんか単行本未収録のままの作品とかなんかあるような気がするね。さあ、次行こう。次エデンズのキャラ描きたいんだよ、次は。誰にしよっかな。ハーミット描こう。ハーミット、あ、ごめん、ちょっと見えてなかった、すいません、すいません。 このぐらいなら大丈夫か。これ上の方に行けば行くほどね、僕がちょっと書きづらくはなるんですけども、うちのね、液晶でかいんですよ、液晶タブレット。なんか知らんけどでかい方が便利だろうと思ってでかいの買ったんでね。まあでかすぎて結構持て余してるんで、結構作業領域下の方なんだよね。まあとはいえですけども、あれです、でかい方が僕は便利だと思っております。中であれなんですよ、原稿用紙のサイズを原寸大で確認できるんですよ。そのためにね、でかいやつにしたんですけども、
よし、でけた。なんか今日もあれだね、落書きだけじゃなくて一個きちんと色付けとかしようかな、せっかくだしね。どうしよう。はい、できました。チェーンソーマン書けないよそもそも書けない。前ちょっと話したんだけど、半券物をね、ちょっとね、書けないんですよ申し訳ないです。前ちょっと落書きでね、書いちゃったことあるんだけど、まあちょっと今後半券物はちょっと難しいなと。昔ちょっとね、落書きでそういうの書いちゃったことあるんだけど、半券物を実際にね、講談社の法務部的なところに相談してですね、やっていいかどうかっていろいろ確認したんですけども、どうやら、私はですね、半券物のイラストを、他者様の半券物のイラストを描いてはいけないというふうに言われたので。そうなんです。あ、本当はね、ミリシラとかやりたかったんだけどね、そういうのやっちゃいけませんと、あなたプロなんですからと。いや、そう言われたわけじゃないけど、はい、僕の代理で聞いてくれた人がね、そんなようなことを言ってたんでっていうふうに話をしてくれたんで、だからね、本当はね、書きたいんですよ、僕も。筋肉マンとかガンダムとか書きたいんだけど、ダメって言われたんで書けないんです。申し訳ない。もう自分のキャラで満足するしかない。自分のキャラで満足するしかないんだ、僕は。いや、やっぱりね、個人とかでやってらっしゃるイラストレーターさんとかは別にいいんですよ。うん。最悪その個人の人がなんか問題があったら責任取ればいいと。まあ多分その責任問題になることもないと思うんだけどね、ファンアートでね。でも最悪個人でやってる人って、その人自身がなんかすいませんでしたとか言えばね、済む話じゃないですか。ただね、僕の場合ね、ちょっと週刊少年マガジンにも迷惑がかかってしまう可能性もありますし、まあもっと言えば講談社全体に迷惑かかってしまう可能性があるので、うん、まあ講談社で僕がその漫画家活動をやってるうちはですね、人様の版権物を、むやみに書くことはできないと、そういうことになっているわけですね。まあなのでね、個人でやってる人は羨ましいなとか思うんですけども、一応僕も個人っちゃ個人なんですけど、まあ今現在講談社でね、漫画やってるんで、ちょっとその辺はね、気をつけましょうって話です。難しい話して申し訳ないですけど何書こっか、次。まあだいぶ書いたからな、なんか一枚絵書きたいんだよな。困ったら猫っていうか小動物を書く困ったら小動物を書いてれば時間が過ぎている困ったら小動物を描く。別に困っちゃいないんだけど、何描こうかなって迷ってる感じだよね。何描こうかな。コメント見ようか。ピーノ、あ、ピーノ描いてない。俺の大好きなピーノ描いてない。最近ちょっとあれなんですよ。 P のね、原作の方で活躍の場がね、近々あるんでね、僕好きなキャラなんでね、気合い入れてますね、やっぱり。他のなんか僕の今までのマスコットキャラに比べて描きやすくはないってところが難点なんだけど、意外と描くのめんどくさいっていうのがね、パーツが多いし、あとこんな感じで頭の方の調整を間違えると入らないっていうね、頭の方の調整間違えると入らないんです、この辺。はい、
し、こんな感じかな。鳴き声なんだっけ、プーンだっけ、はい、あ、プーンじゃねえやこれ違う人や、まあいいや、プーンじゃないよ、鳴き声とかないよ。まあ何言ってんだ、なんかちょっとごちゃになっちゃった、いろんなのが。プーンじゃねえんだよ小動物系がなんかごっちゃになってんだよ今。小動物ってか、まあ動物じゃないんだけどさ、もうプーンでいいや、じゃあもうこいつもプーンでいいや、はい、プーン、みんなもうプーンって言っとけば問題ないと、まあ、万事平和に解決するとね、はいはい、もうこれで解決ですよみんな。わ、カオス、カオス化してきたさあ何書こうかな。あれ、なんかこうやってみるとやっぱ式おかしいな相当おかしいな。もう一回修正しよう。なんでだろう、めっちゃ書き慣れてるキャラなはずなのにこんなに決まらないことある。なんかたまにはあるよね、そういう時がきっとね。書き慣れてるんだけどなんか妙に決まらない時って、なんかめちゃくちゃ決まらないんですよね、珍しい。あ、そっか、これちょっと少年の式書いてるからだな。これ今はね、単行本でやってる、単行本とか本誌でやってる式、ちょっと成長してる式なんで、このサイズの式書くと若干やっぱあれなのか、違和感が自分の中で出てくるのか。ほい、ラクサスね、おさっき書いたやつ。これなんだ、こっちが最初の落書きシートで、はい、これね、もうなんだかんだでもう4枚目まで来てんだよな。じゃあ次行こうか、次何書こっかな。次は、何書こっかな。あ、そうそう、一個言い忘れてた、あれです。アイコン企画。アイコン企画、やるつもりだったんですけど、ちょっとトラブルがありまして、はい。いつもみたいにね、アイコン書いたんですよ。今回写真を元に書かせていただいたんですけども、実はなんか結構直前というか、違うメール来てまして、やっぱこっちの写真にしてくれ、みたいな感じで来てまして、前もらった写真で書いてたんですよ。なのでどうしようかなーっつってね、一旦これボツにしてます。なのでちょっと今回ね、一枚書いたんですけどね、後でその人に連絡取ってみようかなとは思うんだけど、うん。なのでちょっと今回ね、また次回かな、アイコン企画。次回やろうと思います。書いたんだよ。書いたんだけどさ、こっちの写真の方がいいみたいな風に言われてさ。こっちの写真の方がいいってわけじゃないけど、違う写真を送られてきたんで、どうしようかな、こっち使った方がいいのかなってちょっと迷っちゃってね、一旦封印します。さてさて、次は何にしよう。ドラッケン。ドラッケンね。ドラッケンは、覚えてるかな。これはさすがに覚えてない気がするぞ。やばい。この次のね、エデンズのね、アニメの2期でもしかしたら出てくるかもしれんキャラですよね。こんなんだった気がするんだけどな。なんかこの辺にこんなんついてたよな。あ、違ったっけ。こいつさ、なんかフェアリーテールにもさ似たようなキャラいるんだよな、こんなやつ。キャラでさ結構かぶってんだよな。なんつったっけな。そう、アズマってキャラがいてですね、アズマってキャラがいてそいつと結構キャラでさかぶってんすよ。ちょっと作った時は気がつかなかったですけど、はい。シュラ、シュラ、シュラ覚えてるかな。
覚えてるから、これ検索 案件だな。いや、覚えちゃいるんだけどさ、髪の毛のその なんだろう、つけ、あの分け目っていうか、うん、それがなんかちょっと怪しいところではあるんだよな。シュラ出てこねえじゃん検索に引っかからねえやつ。俺の、僕の使ってるこの検索エンジンがダメなの？あー出てきた出てきた。あ、こっち？こっち？いや、かなり怪しいな。こんなん、シュラ。最近そのね、エデンズ本社の方が結構ハードめのかなりハードめの展開なんでね、ちょっと本誌寄ってる人はね、今週あたりだいぶダメージ受けたんじゃないかと思うんですけどねえ、ちょっと自分でもなんか自分らしくない漫画展開してるなーって思ってはいるんだけどね。まあまあ、とは言ってもとは言ってもね、マシマ作品なんでって感じですよ。とは言ってもって感じなんですけど、でもまあそうは言ってもね、最近のあの本編の展開は結構えぐい展開続いてるんでね、ちょっと本編追ってる人今ちょっと大変な思いしてると思うんですけど、なんだったかな、あ、ちゃんとした画像が出てこなかったんでちょっと適当なんだけど、いや、なんか一枚絵描くって言ったのにまたなんか落書きしてるわ。なんか一枚絵描きたいんよな。いや、グレイとかジュビアはね、次の配信で ちゃんと描くんで、グレイとジュビアファンはちょっと待っといてくださいよ。何描こうかな。一枚絵描きたいんですよね。一枚絵、レビーちゃんを忘れた。レビーちゃん忘れた ?8 月1日 ?8 月1日はレビーちゃんの日なの？ごめんごめん。申し訳ないです。忘れてたなら申し訳ない。いや、でもちょっとね、ソースがわからないんでね。じゃあ今書こう。今書くから許しちゃってください。8月1日がレビーの日なのね。でもレビーはでも言ってもね、脇役ですからね。言っても脇役なんでね。多分脇役の中では一番人気があるキャラだと思うんだけど、だね、そう、脇役とかね含めて全部の記念日なんかやるってのはなかなかちょっとね、あの現実的に難しいと思いますので、ちょっと今後もねそういうのはできるか分かんないんですけども、実際僕ね、その なんだろう、キャラクターのなんとかの日っていうのは、あの自分で把握してるわけじゃないんですよ。うん、まあさすがに覚えたやつはありますよ。さすがにその覚えたやつは夏の日とかね、そういうの覚えたのはあるんですけど、自分で全部把握してないんで、結構そのファンの人たちが騒いでるのを見て、あ、そうなんだって知るパターンが多いんですよね。なんかジェラエルの日ってのがあるんだよね。ジェラールとエルザの日があって、それも全然覚えてはないんです、日付は。まあ、っていうのも、それもなんかファンの方が作ってくれた日らしいで、なんかそのなんか立案者って人と話したような気もするんだけどな。うん。
そんな感じでね、ちょっと全部のね、記念日は覚えてないんで、忘れちゃったら申し訳ないです。まあ、それに忘れてなくても、その、なんだろう、ちょっとね、仕事とか忙しかったら、何にもできない時あるんで、本当そういう時は申し訳ないです。僕やっぱね、仕事が最優先ではありますので、はい、どんな場合においてもね、仕事が最優先ですので、こうなんとかの日みたいなのをこう忘れてしまう時がありましてもですね、まあ仕事してんだなって思ってくださいよ。たまにはあいつ仕事してんだなぐらいに感じで思ってください。いつも遊んでるけど仕事してんだなあいつって。はい。さて誰かこう。レビィかわいい。ありがとう。なんかちょっと大人びた感じになっちゃったね。誰にしよう誰にしよう、成長したメイビス成長したメイビス、あ、いいね。成長したメイビス、成長したメイビス、いいね。書いたことなかったっけ、成長したメイビスなんか書いたことないかもしれないですね。あ、これはいいかもしれない。これ書こう。成長したメイビス書こう。書いたことないかも。成長できなかったんですもんね、この人。そうだそうだ、成長できなかったみたいな設定でしたわ。ちょっとペン変えようこんなガサガサする必要ない。何のペンで書こうかな。違ったペンで書きたいな。鉛筆、鉛筆でいいか。成長したメイビスって書いたことあったっけ、なんか落書きとかで書いた記憶あったっけ。もし今まで書いたことなかったら結構レアな絵になりそうですね。成長してるんでしょ、子供の感じじゃないってことだよね。ちょっと大人っぽい感じなんだよね。メイビスって確かまつげが白かったような気がするんだけど、どうだったっけな。白かったかな無理やり無理やり白くしよう。無理やり白くして、眉毛は短いと。髪型はどうしよう。髪型変えるとちょっとメイビスらしさがなくなると思うんで、若干髪型は今まで通りにしようか。成長、うん、頭の羽みたいのがありまして、はい、なんか頭にちょんってのもあったよね。頭からアホ毛みたいのがこう生えていって、服装どうしよっかな。服装どうしよう。なんかいつもの服装だとね、あまり体型がわからないんで、成長してる感じが出しづらいんですよね。まあかといってね、全裸にするわけにがないんで、どうしようかな。今までの服装をこう周到しつつ違う服って感じにしようか。こいつあれなんだよね、全裸で閉じ込められてたんだよなうん、そんな設定だったわ。スケベな設定だね、ほんと誰が考えたんだか。
あ、なんかポーズが思いつかない。どうしよう、ポーズが思いつかない。なんか服装もなんか全然思いつかない。適当でいいや。ポーズも服装もちょっと思いつかないんで、すげえ適当ではあるんですけど、ちょっとメイビスだと言い張ります。はい、確かね、このメイビスはこの横髪というか前髪みたいのを前側に垂らさなかった気がするんだけど、あ、垂らしてたかな。まあいいや、やめとこう。どうすかね、成長したメイビス。あー、なんかでもあれだね、足元まで描かないとなんか成長した感出ないかな。ね、あまりちょっと足元まで入れた方が良かったかな。足元まで入れないと成長した感が出ない気がする。そもそもさ、裸足であるみたいなところがこのキャラのアイデンティティの一つだからね。しまった、ペン間違えちゃった。まあいいや。成長したメイビスいかがでしょうか。成長しましたね。ちょっと大きい、かわいい色塗って色塗ろうか。パパッとね、パパッと色塗ろう。やべえすんげえ無言でいっちまった申し訳ない。ここも肌なんとなくね。特になんか色設定決まってないんだよな。あとは髪の毛をまあズバッと塗れば。そう、目の色あった。目の色が緑だったかな。はい、完成できました。なんかこれきちんと塗ってもいいなと思ったんやけどね。大きくなってもあんまり大きくなってないですねそう？もうちょっと大きくしてあげる？まあこの辺のパーツのことよね。まあいいんじゃない？これぐらいで。パチパチ。はい、ありがとうございます。最高です。はい、ありがとうございます。このままで。このまま派なんだね。はい、ありがとうございます。ツヤベタのコツ教えてほしいです。ツヤベタ、ツヤベタって、まあモノクロ原稿のツヤベタのことかな。モノクロ原稿のツヤベタのことだったら、
ツヤベタのことだったらちょっと待ってて。モノクロ原稿だったらこっちの方がいいかな。まあざっくりとね、ツヤベタいろんなやり方あるんですけど、そうだな、ちょっとこれ普通にさ昔の原稿とか見せた方が早いかな。ちょいちょいお待ちください。ツヤベタ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 、これでいっか。これ昔の原稿なんだけど、しかも書き途中のやつね。これホムラってキャラクターなんだけど、このキャラクターにツヤベタ入れるときに、まあ、いろんなやり方あるんだけど、一番手っ取り早いのはね、もうなんか全部ベタで塗っちゃうことかな。先にこうブワって、こんな感じで髪の毛の部分ベタで塗っちゃって、でこれちょっとこういう風になっちゃったところはね、ちょっとこう修正して全部塗っちゃってから、あとは、まあ、白か透明のペンで入り抜きペンっていうのがあるんだけど、入り抜きペンを使ってこんな感じで、こんな感じでやっていくとツヤベタっぽくなるよ。これ多分一番簡単だし、みんなこんな感じでやってんじゃないかな。入り抜きペンってやつがね、自動的にさ入りと抜きをさ作ってくれるんですよ。こんな感じで、わかる？確定するまではこんな線なんだけど、これタブレットからペン離すとこんな感じで、こんな感じでね、入りとね抜きがねスッてなるんですよ。まあ、これ使うとね、結構綺麗な感じでこうツヤベタ入れられますよ。これカラーでも使えるし、うん、これも多分一般的なツヤベタのやり方だとは思うんだけどね。まあ、他にもなんかあまりやってる人いないかもしれないけど、僕アナログの時はもう塗る段階で作ってました。こうやってベタを塗る段階からこうやって抜きを意識しながら塗っていく感じ。アナログの時はずっとこれでやってましたね。こんな感じで。これ今ちょっとアナログじゃないんで全然なんか見栄え悪いんだけど、初めからベタ塗る段階からこういう風に作っていくってやり方もあります。はい、以上ツヤベタ講座一瞬だったけど、すごいそんなすごくないでしょそんなにすごくはないよ。すごいな。でもやっぱ絵描かない人はでもそう思うかもしれないですね。ね、絵描く人からしてみたら結構当たり前の作業的なね感じはあるんですけど、そんなに対してすごいことやってるわけじゃないんだけど、うん、やっぱ絵を描かない人から見たらすげえって思うんだろうね。不思議なものでございますね。なんかこれ気に入ったなカラーのツヤベタもやろうか。これでちょっと髪薄すぎるからな。カラーのツヤベタ、じゃあルーシーでやろうか。まあさっきと同じようにこうベタっとね塗っちゃいます。ベタッとまず最初に髪の毛の部分塗っちゃって、これもねめちゃくちゃいろんなやり方があって、まあさっきと同じように入り抜きのペンでこうやってね、入り抜きのペンでこうやってやるパターンもあります。これはもうかなり一般的だと思うんだけど、僕のおすすめは投げ縄洗濯ってやつで、もうこんな感じで
ツヤベタの形を、間違えた、これじゃないや、投げ縄洗濯じゃない、投げ縄塗りだ、投げ縄塗りでこんな感じでツヤベタの形を作っちゃうんですよ。そしたらそこが色があれだね、ツヤベタツヤになるみたいな感じですかね。こんな感じでツヤベタの形を描くみたいな、これも結構早くておすすめですよ。めちゃくちゃサク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 ツヤ塗っていけるんで。めっちゃ早いよこの投げ縄塗り、かなり魔法のツールだと思う。 いいよねこれね、こんな感じで。なんか1枚絵描こうと思ったらさ、あっという間にもうあれですよ、1時間半ですよ。ね、まあまあ、じゃあこんなところかな今回は。次回ね、ちゃんとグレイとジュビアのね配信で、グレイジュビアしっかり1枚、ちゃんとした1枚を描こうかなと思っておりますし、まああとなんだっけ、 SNS アイコンプレゼントねやろうかなと思っておりますんで。はい、そうだ、ちょっと待って、一応ねサムネきちんと後で作るんだけど、お知らせコーナーじゃないんですけど一応作ったんで表示しとこう。はい、こちらです。はい、じゃじゃーん、こちらでございます。9月10日グレージュビの日配信やります。でね、これ夏の日とか夏ルーの日でもやったんですけども、グレイとジュビアのイラスト募集します。グレイとジュビアに関したイラストを、描いて、まあ、9月10日までですよね、僕の DM まで送っていただければ当日、配信にて発表したいと思いますんで、ぜひたくさん応募してください。またねツイッターでもつぶやこうと思っております。いやいや、あまりセンシティブなのやめてね。あまり過激的なやつは、過激なやつはやめてください。でね、また全部紹介できるか分かんないですけど、なるべく紹介したいと思いますんでね、お楽しみにしててください。というわけで今回はこの辺にしておきましょう。皆さん長い間ありがとうございました。過激なの来そうってね、過激なのやめてくださいね。はい、じゃあお疲れ様でした。またお会いしましょう。それじゃねー、お疲れ様、バイバイ、じゃあねー、ありがとう。あ、そうそう、忘れてた、そう、チャンネル突破10万人一応ねお祝いだったんで、皆様ありがとうございました。